はーい、皆さんこんにちは。ペルソナ合体攻略解説実況のあちゃさんでございます。今日もね、皆さんと一緒に楽しくペルソナを作っていこうかなと思います。今日紹介していく動画のテーマはですね、よろしく、こちらですね。はい、これらのペルソナたちを使ってですね、アルセーヌを作っていきます。で、今日作るアルセーヌはですね、皆さんの大好きな特性一気当選のまなざしをね、取り付けていきます。ちょっとコメント欄で来てまして、まあ攻撃をね、魔法を与えるんだったら、まあ一気当選のまなざしも良くないですかみたいな、ああそういえばそんなもんあったなと思ってね、コメントをいただいたリスナーさん、ありがとうございます。はい、こんな感じでね、ちょっとなんか要望もあって、僕も紹介しようかなと思ったらどんどんやっていきますんで、皆さんぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。まあ最終的なイメージとしてはこんな感じにねしたいと思うんですけども、特性が今鉄壁の交代になってますけども、ここをね一気当選の眼差しにね、まあ付け直していきたいなと思います。で、この特性なんですけども、一度つけてしまうと、もう次ペルソナを作り直すまで取り外せません。はい、もう作り直ししないと、もう付け直しできないんですよ、特性が。はい、そういうもんなんです。簡単にね、スキルカードみたいにこうポチポチと、今日これ外そう、鉄壁の古代外そう、今日一気当選のまなざし付け直そうとかできないんですよ。できない。だからね、後悔のないように皆さんしっかり決めてください。で、今日はここに、特性一気当選のまなざしをつけていきます。つまりこのアルセーヌは作り直しになりますんでね。これを踏まえた上でこの動画を見ていってください。便利やな思った人はね、チャンネル登録しといてね、高評価もよろしくお願いします。はいはい。ではね、ここの鉄壁の抗体の特性を外しますので、これ状態異常にかからなくなるっていう特性ですからね、これ外すと、まあ状態異常になっちゃいますから、下のこのスキル枠、8枠の中のね、そうだな、この中だったら、不屈の闘士ね、ちょっと外して、ここに瞬間回復とかね、つければ、状態異常耐性がつくので、スキルカードで取り付けて調整していけたらなと、補っていければなと思います。はい。他に関してはね、このスキル構成で全く問題ないです。はい。先に言っときます。一気当選のまなざしを特性でつけたら、もうこれ、このスキル構成で問題ないです。はい。問題ないです。だからここを、不屈の闘士をね、瞬間回復にした方がいいかなっていう。はい。いう感じでございます。もうめんどくさいからね。もう4回目だから、今回のこの企画。4回目なんでね。はい。一回ここで仕切ろうかなと思いますね。はい。で、まあ前回ね、鉄壁の抗体取り付けてみたっていう動画もあるんで、そちらの方も見ていただければ非常にわかりやすいかなと思いますんでね。はい。よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。一旦これ消します。ではですね、合体をご紹介していきます。やっていきましょう。私に何か用でも。はい、合体をお願いします。構成のさあ合体です。はい、合体です。ということでね、今日は目指していくのは、一気当選の眼差しのアルセーヌです。まずはですね、一気当選の特性を持つペルソナを作ろうと思いますので、オロバスを作っていきたいなと思いますね。で、スライムと、アプサラスを足すとですね、馬ができますので、ここでですね、馬バスが一気当選の眼差しを持って生まれます。でここで忘れなくこれをずっと引き継いでいくという形になりますね。自分が欲しいスキルを選んでいってください。何でもいいです。生まれ変わるといい。生まれ変わるといい。俺も生まれ変わりたい。できましたね。うん。俺はオロバス。そのカバンがあればお前の望む未来俺が教えてやろう。おお、できた。これでできましたね。今度はオロバスにですね、バイコーンを足していくと、ちょっと馬要素強めにしていくという感じかな。本当にこれはすると、くしみ玉ができます。すぐ技能を選びなさい。で、一気当選の眼差しで引き継いでいくと。で、自分の欲しいね、魔法とかスキルをポチポチ押してってください。強大な力を生まれ変わるといい。ちょっと見てみましょうか。馬と馬足すとね、玉になるっていう。ああ、なりましたね。はい、馬合体です。
顔がなんかちょっとビートたけしみたいですけど、はい、できました。で、くしみ玉まで来ましたら、今度はですね、玄武を足してってください。くしみ玉と玄武足すとですね、オルフェウスの白女子がギャルがね、できるんで、あ、こっちがいい、これでいい。メディア大きな力では、1周目のなんかこう、欲しい魔法をちょっとポチポチつけてみましたけど、できましたね。マハラギオン、アギ多めですね。マハラクカジャいらんでしょ。ネオカデンザがあったら上位互換はこっちでしょこれこのスキルめちゃめちゃ使えるんでね、はい、これめちゃめちゃいいんで覚えといてください。すべてのバフ効果が上がるみたいなもんですからね。やめる。さあ、囚人を立て、最後の合体です。ここまで来るとね、もうパターン入ってますから、オルフェウスとオバリオンを足してアルセーヌを作っていきます。で、この排水のアンカーっていうね、なんかゴミスキルをね、取り外していこうかなと思いますね。引き継ぐ技能を選びなさい。一気当選の眼差し、これだけでも結構強いんじゃないかな。大きな力を生まれ変わるといい。一周目にしたわね。いいね、やっぱちっちゃいなんか可動フィギュアで出ませんかね。この動画見てるおもちゃいたらちょっとぜひ作ってください。おもちゃメーカーの人、うん、フィギュアとかガチャガチャで出たら絶対売れるのに。はい、ということでね、一騎当選の眼差しの特性を持った愚者アルセーヌができました。うん、素晴らしいね。うん、こうすればね、全体魔法の効果がですね、ダメージプラス 20% ということでございます。すごくいいよね。うん、で、気をつけなきゃいけないのが、一騎当選の眼差しは単体魔法では全く意味がありません。ここ気をつけてください。わかんなくね、わかんなくて全然使ってる人いるんでこれ気をつけてね。単体魔法だからジオとかこれ効果が出ないんで、はい、で、効果が出る出ないってところは戦闘中に、左の上の方ですね、ウィンドウがね、効果が出た時出ますので、そのウィンドウが出るか出ないかで、この一騎当選の眼差しがね、発動したかどうかがわかります。はい。一騎当選の眼差しって出ますんでね、発動したら。はい。あとですね、ちょっと補足なんですけれども、この特性と相反する、特性がございましてですね、特性スキル。カッコ集中の眼差しと、深追いの気質という、特性がございます。これらはですね、単体魔法にしか効果がない特性スキルになります。これらはですね、単体魔法の時だけダメージがアップするという特性なんですね。ですから、ここに例えばね、なんだろう、全体魔法をマハラギ、マハブフ、マハジオ、マハガルみたいな感じでね、全体魔法の、ペルソナを作ったとしましょう。特性に、まあ例えばね、深追いの気質の特性をつけて、まあダメージが 50% アップだーっつってね、いう人がいたとしましょう。これ意味ないんでね。はい。ならないです。ならないんで、はい。それはね、先ほども説明しましたけども、戦闘中に、左上の方を、ウィンドウが出るか出ないか見てたらわかると思います。ちょっとこの動画では検証はしていきませんけど、私はすでに検証済みですので、そこをちょっと気をつけていただきたいなと思います。50% アップするっていうスキルなんですよ。すごいね、なんかこう、効果はいいんですけどね。ただ、単体魔法だったら効果はあるんですよ。ジオとかだったらね。あと、なんだろう。一撃系の、うん、単体で選んでいく、魔法とかだったら効果はあるんでね。それは、ちょっとそういう風に使っていただきたいなと思います。ただ、よくね、皆さんがやるのは、ここに全体魔法をね、取り付けていくことが多いと思いますんで、まあ、そういう方々は、一騎当選の眼差し、それしか選択する、もう、選択肢はないのかなと思いますね。はい。それだけちょっと気をつけておいていただければなと思います。それではですね、ちょっとセーブデータを戻してですね、解説していきます。はい、アルセーヌのスキルを調整していくということで、便利なスキルカードになるであろうペルソナを集めてみましたセーブデータがこちらです。で、今日使っていくのはですね、パールバティ、ラファエル、メサイア、ピカロ、ブラックライダー、オルフェウス、ピカロでございます。ただちょっと気をつけなきゃいけないのが、もうここはね、
メサイアピカロとオルフェウスピカロは DLC ですので、これは購入なさってください。まあ、持ってない人たくさんいると思うんでね。はい。ただ、もうすでに持ってるよ。いや、俺のデータにはもうすでに入ってるっていう人は問題ないです。はい。問題ないです。はい。それではやっていきましょう。物語を進めますと、デンキース処刑というのがね、できるようになるんですけども、まあ、言うたら、ペルソナのアイテム化ができるようになります。で、まあ、見ていただきますとね、まあ、アルセールの弱点を抑えるにぴったしなスキルカードが集まっておりますね。アルセールは氷結と祝福が弱点なんですが、これで抑えることができますね。で、パールバーティは氷結無効、ラファエルは祝福無効になります。これがね、警報中のベルベットルームだと反射になりますんでね。反射がいいって人はそちらでやってください。で、メサイアピカロは瞬間回復になります。状態異常になっても自分のターンになってきたらもうすぐに治るという。はい、便利なスキルでございますね。ただ気をつけなきゃいけないのが、瞬間回復たくさん作りたいっていう人はね、もうこれ気をつけてください。メサイアピカロね、強くしすぎちゃうと、毎回呼び出すときにコストかかっちゃうんで、最初強くしない方がいいんかなっていうのは僕は思うんですよね。はい。ここはちょっと気をつけていただきたいなと。まあ、もしくは強くしちゃった人は、一回だけね、ちょっと呼び出して瞬間回復作り、まあ、ゆうすけにコピーしてもらうとかね。まあ、そういう手法を取ってください。で、ブラックライダーはね、これ警報中のベルベットルームで、メギドラオンになりますんで、そちらでスキルカード化してください。そちらの方がね、強力なんでね。はい。で、オルフェウスピカロは、これも DLC なわけですけども、今、食いしばるになってますけども、これを、警報中に、スキルカード化しますとですね、不屈の闘士になりますんで、かなり便利なスキルカードになると思います。こちらもね、ちょっと強くするときは気をつけてくださいね。はい。ということでね、これらのスキルカードを使って、ではちょっとアルセールをね、強くした動画が次になります。次の動画をご覧ください。はい。一気当選のアルセール完成形がこちらでございます。スキルカードでちょっと調整してみましたよ。つけるとこもね、見ても仕方ないと思うんでね、ちょっとカットしましたけども、はい、こんな感じが、まあ、僕の考えたスキル構成でございます。参考にしたい人はね、してみてください。まあね、特性に一気当選の眼差しを取り付けたことによって、まあ、鉄壁の抗体なくなりましたんでね、まあ、状態異常にならないっていう特性がなくなりましたんで、瞬間回復をここに取り付けてみました。うん、これで状態異常もバチシ。うん、で、祝福無効と氷結無効で弱点も抑えてますね。で、不屈の闘志つけたんで、これで、まあ、ワンチャン死んでも生き返ることができますね。うん。物理吸収を残そうかなとも思ったんですけど、やっぱこうなりましたね。うん。物理吸収じゃなくて、これだったらまあ、どんな攻撃を受けても、一回死んでも復活できるからと思って。はい。ここは皆さん、ちょっとお好みで、どっち取るかなんですけどね。はい。で、ここの攻撃魔法のね、バフスキルも全部解説していきます。メギドラオン。まあ、言わずと知れた万能最強魔法ですね。はい。これに対して、万能ハイブースターが、ダメージをさらに 50% アップ。魔導の才能がさらに 25% アップ。これはどんな魔法でもってことですから、これ該当しますね。で、万能ブースターが、万能攻撃に対してダメージ 25% アップということで、合計すると、メギドラオンの、ダメージ率をさらに 100% 合計でね、 100% 上げることができるよという、いやー素晴らしい、はい素晴らしいですね。メギドラオンに特化した、魔法攻撃に特化したですね、スキル構成になっているという感じでございます。はい。でですね、一気当選の眼差しがついてますんで、さらに 20% ダメージをアップさせることができるということでございますね。素晴らしい。はい、いいですね。素晴らしいスキル構成。ちょっと今チラッと見ましたけど、これも言っとこう。うん。勝負師の先見ね。アイテムで僕今持ってるんで、これ新島パレスでね、石集めるとゲットできる、アイテムなんですけど、一回だけね、一回だけコンセントレートがかかるって書いてますね。はい、こちら見てください。はい、書いてますね。右手の方下。はい。ということはですね、この勝負師の先見のアイテムを持っとれば、一気当選の眼差しの攻撃力アップも期待できるし、一撃だけコンセントレートかかるんで、ちょっとダメージやばくないですかっていうのがね、序盤一発目感じ取れると思いますんでね。これはかなりいいかもしれませんね。ああ、俺もやりてえっていう人いると思うんですよ。はい。そういう人はね、ぜひチャンネル登録と高評価しといてください。ここで押していく。はい。でね、あとパラメータもね、きっちり上げてもろて。はい。
まあ魔法攻撃するときはね、魔力のパラメーターを99ぐらいまで上げていただければ、すんごいダメージが出ると思いますんで。はい、もうぜひぜひ、もうぐいぐいと、マシマシに上げてもろて、はい、よろしくお願いいたします。僕の過去動画にですね、パラメーター99まで、お金なしでね、上げる方法、解説したりとかもしてますんで、そちらの動画もご覧になっていただければな、と思います。はい。ということでね、僕の今回の動画は、ここまででございます。またね、高評価とかがね、多かったら、また次回やろうかな。はい。僕もね、アルセーヌ人気のペルソナなんですけど、もう、今、僕が紹介した4種に関しては、コメントやっぱ来てたんでね、いつか紹介したいなぁとは思っていました。これでね、この動画見たらわかるよっていう風にすぐ案内できるんで、よかったかなと思います。はい。それでは皆さん、次回の動画がね、またあればお会いしましょう。ありがとうございました。バイ。センキュー。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。